はいどうも、やっかみ系 YouTuber の橋本清志郎です。 UFES のなんかミニムービーみたいな30秒か1分か知りませんけど、30秒くらいか45秒なんか知らんけど、まあ1分動画コンテストありました。まあ僕が特別審査員だった場合全部落とします。それくらいひどい出来だったっていうか、確かにやってることはスケールのでかい水溜りボンドとかいました。100キロマラソン。でも、いまいち面白さに欠けていて、無駄に力んだ結果、いつもの自分たちがやっていることが発揮できていない。っていう最悪の結果になったんじゃないかなって僕は思ってて。マックスベットしかり、プリットチャンネルだってそうじゃないですか。いつもあんなことしてませんよね。逆にああいう動画は。ね、今度オルタナチャンネルは、コラボに頼ってきた。で、カリスマブラザーズもよくわかんないし、あれは面白いとは言えないな。なんか、全体的につまんなかったな。じゃあ一人ずつ解説していくか、俺の記憶で。オルタナチャンネル。コラボに頼ってる。どこが面白いかわからない。2位がプリットチャンネル。単純につまらない。あの、才能を履き違えたみたいな感じ。プリットチャンネルはね、なんかちょっと悲しいな。全部なんかシェアしたくなる動画って何もシェアしたくならない。本当につまらなかった。いや見てて無駄にした感じですね。いや YouTuber でじゃあプリットチャンネルも全然見てないけどな。俺登録してるけど、なんか単純に顔が水じゃないんですよ。なんかクソみたいな動画いっぱい会ってるって。ディスっちゃうけどさ、ディスり系 YouTuber っていうか、つまんないもんはつまんないって言うだろ。やっぱなんか全部がダサくっていうか、いつもの感じでやってる人が何一人いなくて狙おうとしてる感じがした。1000万円に目がくらんだのか知らないけど、なんか悲しかった。俺がいつも見てる YouTuber とか、面白いって思ってる YouTuber がみんなつまんなくて、水溜りボンドとかも、なんか独特なものが出してなくて、ただ走っただけで終わった。1分内で魅力が全部伝えられてないし、魅力が伝えなくてもシェアしたければいいのかって思うと、なんかさ、単純にかわいそうじゃないって思ったの、俺は。ああいう全部が、ああいう出来だと、私水溜りボンド好きだから入れようっていうのになるんですよ。全部ひどかったでしょ。だったら私が好きないつも見てる YouTuber に入れる。プリットチャンネルとか誰も上げてないでしょ。みんなのクオリティが低いから好み？好みっていうか、なんか、推してる YouTuber に入れるみたいな。厳正な審査はできないですよ。全部俺嫌いっすよ。さっき出した動画全部。なんか、見損なったっていうか、まあメインチャンネル何本分か知りませんけど、編集すごい頑張ってたと思います。オルタナチャンネルさんとかもいろんな画像を乱用して、で結局コラボに頼ると。なんか僕は面白い動画見たかったなって思う。で普通に悲しい。誰一人面白くなかった。でも関根さんはいつも見てないから、あこの人は面白いんだなって思った俺は。まあ、公開オンエアとかのやりとり見てたら面白そうだなって思ったけど。まあ、これが第1部のこのコンテストなのか知りませんけど、ひどい。一言で言うならクソ。なあ、もう、
ディスっちゃばっかだけど、ちょっと悲しいよな。ひどい出来のものばかりだった。もう俺が何か言えるわけじゃないけど、いや、僕がなんか特別審査委員会になった暁には全部落としますけどね。いや、その、本当につまらなかった。なんか失望しました、普通に。先輩方が、まあ、でこんな首かしげるような動画でしたね。反応動画もありますよ。でもなんかちょっとリアルリアクションした感じがする、自分も。いや、俺ちょっと今度から素直に行くよ。プリッツチャンネルとか単純につまんないもん、あんな。は？だもん。どこがシェアしてんだよ。単純につまらない。で、水溜りボンド、100キロ走る。走った。終わった。いつものカンタさんとトミーさんのなんか応酬もない。ひどいね、ほんと。で、マックスベッド。なんかちょっと力んじゃって、つまんなかった。すごいつまんなかった。俺マックスベッドをやってくれるかなって思ったら、なんか、よくわかんねえ動画で、いつもと全然構成違うし、自分たちの弱点っていうのを知らないのかなって思って、マックスベッドってやっぱあれ、まあ今知った弱点なんですけど、はっきり言って演技上手くないじゃん。で、あんな演技なんか見たくないんですよ。だったらドッキリとかまだやった方がいいと思いますよ。はい。やっぱそういう時に面白さが生かされてるし、どっちかっつうと空回りしてる。どんなにみんなが編集したのか知らないですけど、だから俺は、この中で一番面白いとしてるのは関根理沙さんですけど、オチでは全く笑いませんでしたけどね。発想はいいなって思いますけど、全然面白くなかったですけど、面白いものを作る方は発想はすごい素晴らしいと思います。で、まあ、水溜りボンドのファンなんですけども、僕はね、でもやっぱりそれだからって言って、やっぱ甘やかすわけにはいかないし、本当につまらなかった。終始。いや、東海オンエアがここでバチンって決めてくれんじゃないかなとか、思ったらなんか変な、ね、人ばっかで。関根理沙さんね、ミキポンさんもなんかよくわかんないし、なんか音フェチ動画で無駄に1分とか使ったりとか、そういう謎動画でなんかボケたりすりゃいいのになって思って、なんか、いや、ひどかったな、単純に。一切面白くない。空回りしてる。空回りしてるか、もしくは片手間で作ったか。でも片手間じゃないですよ、皆さん。メインを何本も費やしてるクオリティだと言ってますけど、どんなに撮影場所凝っても、アングル凝っても、つまらないものはつまらないんですよ。その努力は面白くなかったら認められないんですよ。確かに、つまらない。俺、あれで1000万円あげたいなんてもう思えないね。10万円規模の大会かなって思っちゃいましたね。煽りとかじゃなくて本当につまらなかった。いつも僕が動画の向こうで見てる面白い人たちが、ああいうつまらないものを出しちゃうっていう。まあ僕の好みが合わなかっただけなのかもしれませんけども、やっぱりつまらない。1分だってどうのこうの作ろうと思えばできる。シェアしたいとかよりも面白い動画を作ってほしかった。僕の目が肥えてるから、まあね、ガキンチョどもなら騙せんのかもしれねえけど、いやー、なんか、いつもはまだ見れるクオリティだけど、なんか、ひどい。単純に。すごいですよ。水溜りボンドさんとか、撮影時間かかってます。でもあれは面白くありません。はい。けなそうとしてるわけでもないです。いつも面白いものを 見させてもらっている立場で、あんな面白いものを出せる人が、ああいうなんかよくわからない、まあ、
ほんと、ファンじゃないと笑えないよね。はっきり言って。100キロ走ります。うわ、カンタのサイコパスなんだ、みたいな感じで。それぐらいしか笑いどころなかったしね。うん。なんか、悲しい。削られるかもしれないけど、超つまんねえよ。めっちゃ寒いよ。ってこと言いたい。先輩 YouTuber に。なんか喧嘩売ってるみたいになるけど、喧嘩売ってるっていいっすよ。うん。あんなつまんないもん出されたら、憤り感じますよね。こういう、本当に。手の入れっか知んねえけどさ。なんか、ああいう動画出されて。いつもの感じで、力んじゃって空回りしてる感じ。努力してる。でも面白くないんですよ。撮影場所凝ってる。でもつまらないんですよ。そういうことです。なんかすごいイライラするわ。マジで。寝るわ。ほんと。あ、でも3時間後起きてるわ。なんかな。いや、ひどいですよ。僕、あの出来をやっぱ。なんか。それで1000万円取ろうとしてんのって感じですよ。まあ、1000万円なんて安いですもんね。ウーム YouTuber にとっちゃ。ソフトバンクの案件1本いっただけで1000万ガバって入るような。ソフトバンクとか提供やっただけでも200万とか入ってくるんでしょ。そんな安いもんだよな。1000万円じゃあのクオリティかい。なあ、いつもの動画の方が面白いぞ。なあ。って俺は言いたい。俺が何も分かってないのかもしれない。シェアだから、まあシェアしてもらう。あんなんじゃシェアしませんよ。信者しか騙せませんよ、あんなんじゃ。いや、確かに俺がなんか違うのかもしれないけど、でも俺ははっきりと言わせてもらう。すごいつまらない。いつもの方が全然面白い。水溜りボンドさんのあの掛け合いとか、なんか悲しい。プリットチャンネルもよくわかんねえし、なんかつまんねえな。年齢対象が低いからって言い訳はできないくらいのつまらなさだった。でって感じだった。発想が素晴らしかったの関根理沙さん。30秒メイクをああいう仮面でやった。まオチは全く笑えませんでしたからね。なんか悲しい。悲しいです、ただただ。まず厳正な審査なんかあんなんじゃできねえしな。クソです、はっきり言って。ああいう大舞台で、ああいう動画出されると、すごいイラっとくるんですよ。俺の方が面白いのにって思ってる YouTuber いっぱいいます。ね。数字を持ってるのが正義なのか、違うと思うんですよ。ああいうね、よくわからない公衆の面前であんなね、クソどうでもいい動画出してっていう話ですよ。俺はそう思いますよ。なんすかウームさんって思いました。ひどいな。まあ確かに動画投稿合間にやってるからかな。なんかひどい。クソ、全部クソだった。何一つ笑えなかった。泣きそう俺は。やっぱいつも見てる面白い、何度も言うけど、いつも見てる面白い YouTuber はどんな動画出すんだろう。あんま見かけない YouTuber もいる。ちょっと見てみよう。見ました。すごいつまんなかった。悲しい。ほんとに。なんか、違うよなって思いました。ただただそれだけです。じゃあね。